にちは。今年も残すところあとわずか。お正月飾りはもうご用意されてますでしょうか。私はクリスマスリースをちょっとイメチェンして作り直してみました。10分とかからないでお正月飾りにできますので、よかったらチャレンジしてみてください。今回はセリアでお正月飾りを1つ購入し、リボンも買ってアレンジしてみました。とりあえず一旦クリスマスの飾りを外しました。これが100円で買ってきたセリアのお正月飾りです。ちょっと小さいのでリースにはめるのにちょうどいいかなと思いました。逆にお正月飾りでちゃんとしたのを買おうとすると1000円近くしてしまうので、なんとなくもったいないなという気がしていましたので、今回は数百円で済むように収めてみました。中心の上部の方に両面テープでくっつけることにします。両面テープだけではちょっと心待たなかったので、リースにかませて裏側でセロテープで留めました。メイン飾りが落ち着きましたら、あとはお好みでリボンをリースに巻きつけていくだけです。留めるのは裏側の目立たないところで両面テープで留めるようにしました。リボンを巻き終わりましたら、ちょっと物足りなかったので家にあった造花を巻くことにします。これもクリスマスリースの時と同様にリースの網目の間にくぐらせて埋め込むという感じで簡単に始末しました。始末を簡単にすると何度でも繰り返しいろんなアレンジができるのでおすすめです。あとは整えて完成になります。造花の値段を入れても300円ぐらいでこれぐらいのボリュームになりました。簡単にできるので、よかったらお試しください。今日もご視聴ありがとうございました。良いお年をお迎えください。またね、バイバーイ。